現在開催中の肥前佐賀幕末維新博覧会、その魅力を僕が体験してみんなに紹介するけん、 Check it out right now。 ホビーの維新博ダイアリー。はい、ボビーです。今日は旧唐津銀行ちょうど真ん前に寄る場合、維新博覧会のお前らは唐津サタライトファンになっているということで、 Let's go。明治時代に作られた建物で、東京駅を作った勝野文吾さんが監修したということで、本当の歴史とロマンも感じさせる。アニメのパネルがたくさんいます。クラスはやっぱ今アニメが熱いですね。1年で廃校になってしまうんですけど、わずか1年の間でこれだけのすごい人材を輩出した。教育の仕方が良かったっていうか、プロフィールも書いてあって、天ぷらとうなぎが好きだったっていう。クイズとかもここに書いてあるんですけど、楽しい内容になっているんですよね。あ、すごい。舞台は唐津の建物で、現役唐津の高校生、もっと勉強したいって、何のために勉強しているのかって、今の若い世代にぜひ見てほしい。すごい。おー、すごい。きれいか。唐津で育っていった偉人たちの紹介もアニメで楽しいし、分かりやすいですし、そして勝野金剛さんの建築と山上さんのアート、その時代を超えたコラボレーション、感動です。さあ、唐津の歴史を知った上で街に出かけて、あなたも Discover a new 唐津。